はい、どうもまつげと申します。では、フレセン企画2戦目の対戦相手の方はアットゥーさんです。この方はですね、ツイキャスにてポケモンの対戦を配信している方で、最高レート、シーズン6において現在のシーズン6においてですね1897というレート1500の私からすると圧倒的強者です。で、アットゥーキッズがすでにいるというまたも恐ろしい方でございます。で、まあ、その中にはね大きなキッズもいるとかいないとかっていう話をちょっと伺ってます。はい、でアットゥーさんとの対戦はシングルバトル最終、まあ、シーズンのシングルレートのルールにまあ一応のっとって行います。マッチ戦ですね、前回と同じでマッチ戦で2回勝利した方の勝ちというルールになっています。で、アットゥーさんのパーティーなんですが、ラティオス、ゲンガー、バシャーモ、バンギラス、テッカグヤ、ヌオーというパーティーです。まあ見た感じバシャーモの加速バトンから剣の舞とかですね積んでバトンをしてバンギラスやテッカグヤにつなげていくっていうパーティーに一見見えます。で、あとメガ進化が 4体か4体いるんですけど、まあその4体ともですねメガせずに十分なくらい戦えるポケモンたちばかりなので、ちょっとメガ進化の予想は立てづらいなとは思うんですけど、まあ、あとはラティオスは私は個人的にメガネがなんか一番イメージとしては強いのでメガネで来たりするのかなっていう予想をしてました。でヌオーは正直わかりません。ダブルにはヌオーはあまり見ませんのでどういう技構成なのかすいませんあんまりわかってません。はい、でまあ次にですね私のパーティーなんですけども、カプテテフ、デンチュラ、バンギラス、フェローチェ、テッカグヤ、ガブリアスというパーティーです。一応前回の反省から炎に強いバンギラスを採用して、一応デンチュラでネットをネバネバネットを巻いてバンギラスで場を荒らしてメガガブリアスに最終的につなげていくっていう考えです。なので今回デンチュラの持ち物は気合いのたすきですね。であとは前回と一緒でテテフとフェローチェのを採用しています。まああとテッカブヤなんですけど浮いてる、まあ、鋼タイプが欲しかったなっていう鋼タイプで浮いてる子は、まあ、一応この子かエアームドぐらいかなって思うんですけど、ちょっと今回は役割的にはテッカブヤの方がいいかなと思ったのでテッカブヤを採用しています。はい、では簡単ではありますがこの辺にしてですね、考察の方はこの辺簡単にして、アットゥーさん戦ですね見ていきましょう。ではどうぞ。はい、ではアットゥーさんですね第1戦目見ていきたいと思います。はい、アットゥーさん対戦よろしくお願いいたします。で初手はまあ安定のデンチュラですね。でこの子は今回タスキでの採用なのでお相手が割とまあ S の速いポケモンも多いのでネバネバネットをとりあえず一旦目巻いていこうと思います。でお相手を引っ込めてテッカグヤですね、これはおそらくエナジーボール読みではないかなと思うんですけど、はい、でネバネバネットが決まります。でカグヤはヌオー引きも考えたんですけど一応雷を打ってます。あんまり居座られてヤンドリキとか打たれてもちょっとあれなんでね。はい、でこの後も素直にエナジーボールを打ってます。はい、でヌオー突破ですね。でこの後ゲンガーが出てくるんですが、ネバネバネットに引っかかってることによって S が1段階下がっています。素早さですね、素早さが1段階下がりますのでデンチュラに上を取られることになるんですけど、一応役割がもうデテフの役割が薄いなと感じたのでタスキを大事に取っておくためにデンチュラを一旦引きました。でこのゲンガーが一旦ね守るを使ってくるんですね。守る使うゲンガーって何？金縛りとかをするのかな。で一応シャドーボールを打ちました。もし
鉄火具屋に聞かれた時に、最近のより入るかなと思って売ったんですけど、この次は普通にあれかなと思って、スカーフ読みで金縛りとかしてくるのかなと思ったので、サイコキネスを選択したんですけど、そしたら後ろから鉄火具屋が出てきました。はい。で、うちの手デフは目覚めるパワー炎なので、一応有効打があります。いいダメージですね。で、お相手の手首は身代わりを張ります。はい。で、この身代わりをまあ壊しつつ、あの身代わりが残らないような状態で後続につなげていけたらと思ったので、この後は目覚めるパワーを連打してます。消える、宿り打たれる、まあ後ろがデンチュラ と、ガブリアス、メガガブリアスだったので、まあ、この2体のかぐやもの攻撃も、ゲンガの攻撃もメガガブリアスが受け切ることもできますし、あとはまだ持ち物、向こうからしたらまだ持ち物が割れてないので、デンチュラも一応タスキなので一度は耐えることができます。で、この目覚めるパワー炎で鉄火具屋を落としました。で、まあ、最後はゲンガーが出てくるんですけど、まあ、あのメガゲンガーなのでタスキの恐れもないですし、最後キネスを最後に上から叩き込んで試合終了っていう風な流れになりました。結局このゲンガーがちょっと何をするのかこの時点では分かってないんですよね。はい、アットゥーさん対戦ありがとうございました。はい、では、アットゥーさん戦第2戦ですね、見ていきたいと思います。アットゥーさん2戦目も対戦よろしくお願いします。まあうちはまたあれですね、安定のデンジュラから出して、お相手はラティオスですね。で、このラティオスがね、壁張りなんですよね。ちょっと私これは読めなかったです。デンジュラがもう安定でネバネバネットを張っていきます。お相手はやっぱりどうしても S の高いポケモンが多かったので、ここはおそらくリフレクターだろうなっていう予想ではあったんですけど、デンチュラ虫のさざめきでラティオスを削っていきます。まあまあのダメージですよね。で、この D ダウンが結構美味しかったです。と思ったらね、おっきみ上げを打たれるという完全に起点を作りに来てるんだなっていう感じだったので、おそらくもうこの時点で後ろはバシャーモかーと思って、バシャーモが後ろ出てきますね、やっぱり。で、おそらく誰かにバトンするんだろうなって思ったんですけど、まあそのバトン先によりますよね。結局とりあえずちょっとタスキは取っておこうかなと思ったので、一度ガブに下げました。剣の舞をやっぱり打ってくる、加速する。この時点で誰バンギぐらいしかちょっとバトン先ないかなって感じの予想でした。ではここは相手加速を積むために守るを選択しますよね。はい。でもうちのガブリアさんも自信を打ちまくります。これ正直どうしようかなってすごい悩んでたんですよね。剣の前もまた積まれたし、厳しいなとか思って、自信が入るんですけど、まあ壁があるんですよね。壁があるんであんまり入らない。メガ株の自信でこれしか削れないっていうのが。で、バトンタッチをされます。やっぱりバンギラスでしたね。ただこのバンギラスがですね、まあお相手からしたらうちのガブリアスがまさかメガガブリアスだとは思ってないと思うんですよ。で、砂の力の補正も入った自信がめちゃくちゃこれ入るんですよね。壁込みでこのダメージやばくないですか。おそらくお相手からするとうちのパーティー同じくメガバンギラス
メガバンギ使ってくるのかなって予想だったと思うんですよね。ただうちの株は今回はメガガブリアスで採用しています。で、これ引いたのはなんて引いたんかな、これは何引き、これなんで引いたんだっけ、壁違う、壁がなくなるとかじゃない、とりあえず誰かクッションにしたかったのか、誰かクッションにしたかったんで、でここで炎の牙を受けてまた助けて耐えることができるので、さざめき打ったかな、さざめきでグワンゲラスを落とします。でまあちょっとバンギをなんとか突破して、デンチュラは、まあ、助けて耐えたんですけど砂溜めで落ちます。デンチュラね大変お疲れ様でした。で最後はメガガブ、HP 満タンのメガガブが降臨して、まあもう守ろうが何しようが攻撃してこようが、ガブは馬車の攻撃は1回は耐えると思うので、ここでコンさんをいただきました。はい、アップさん対戦ありがとうございました。はい、では後語りです。今回のお相手はアットゥーさんでした。アットゥーさん対戦本当にありがとうございました。アットゥーさんのパーティーはですね、全体的にデンチュラが刺さってて、あのネバネバネットの刺さりとですね、まあ、全体的に S が高いポケモンが、素早さが高いポケモンが多かったので、ネバネバネットと、まあ純粋にデンチュラも結構刺さってたのかなっていう印象がありましたね。まあ、あとはメガ進化したガブの火力は本当にすごいなっていうところでしょうか。はい。であと正直ですね、2回戦目はあの立ち回り以外をしていたらきっと負けていたんだろうなっていうふうに思います。ラティオスとデンチュラの対面の時にですね、タスキがもし潰されていたら確実に負けていたなっていうふうに思っています。はい。まあ、今回私が2対0で勝利したということで、まあ、これはですね、まつげキッズが生まれるかもしれないなというふうに個人的に楽しみにしています。はい。というわけでまたアッテさん機会があったら対戦していただければと思います。よろしくお願いします。ではですね、次回のお相手なんですが、ルナさんという方になります。また次回ですね、お会いしましょう。バイバイ。